それでは2番解説していきます。第1問の2番ですね。座標平面において原点 O を中心とする半径5の円 C と C の外部にある第一象限の点 A を考えます。 A から C に引いた2本の接線のうち接点を PQ とします。うんたらかんたらうんたらかんたらうんたらかんたらって言ってるわけですね。いきましょうか。円がありました。あ、円が歪んでる。まあいいや、よいしょと。で、Y 軸いらないのでちょっとこの辺にしときますね。 X 軸、第一象限 A があって、接線引くんですか。よいしょ、よいしょと、よいしょと。接点を PQ とします。 P の X 座標の方がちっちゃいって言ってますからね。はい、で、よいしょと。直線 PQ っていうのを考えて、こいつの傾きがマイナス3分の4。ちょっと、もう少しこうだったかな。まあ、いいか。はい、ここが A ですね。で、さらに角、PAQ が3分の π、60度だって言ってるわけですね。はい、ここまで情報があれば、結構スムーズに進んでいくかなと思います。括弧の1番。まず、円 C の方程式ですけど、もうこれはもうノータイムですね。半径が5って言ってるわけですから、X の2乗プラス Y の2乗イコール25と、数勢が2、5になります。括弧の2番、角 OAP。ここに O があります。OAP ですか。よいしょと。よいしょと。OAP を考えるんだけれども、もうね、大体分かっているかなと思いますね。ここが角の二等分線になってます。接線、接線で中心に引いてますから、角の二等分線です。当然90度です。いいですか？はい、こういうのを直角三角形見てあげると、60度の半分で30度ってことがすぐに分かりますね。で、OAP ですよね。OAP ですよね。ですから、ここの角度ですので、30度の半分ですから、6分の π ですね。6分の π。素に入るのが6というふうになります。よろしいでしょうか。はい。OA の長さ、今度見ていきましょう。OA の長さ、ここですね。ここですね。OA の長さをどうやって求めていくのかっていうと、実際これ難しくないんだな。括弧の2番。うん。これが今ヒントになっただけですね。ここが30度でしょと。で、ここ90度でしょと。で、OA を求めたいんだけど、今 OP、半径が5って分かってるわけじゃないですか。で、1対2対ルート3が成り立ってるはずですから、OA の長さは10ですよねと。タチに入るのが10になります。はい、今のところ、素が、6、タチが10ですね。また、直線 OA、直線 OA と直線 PQ は垂直であるから、当たり前だよな。OA っていうのを軸にして P と Q は線対称になっているわけですから、当然これ結んだ時に90度に交わるよと。で、だからこの直線 OA の傾きは何になってますかって言ってるんだけど、この直線の傾きがマイナス3分の4なわけですよ。いいですか？直行している直線の傾きっていうのは逆数の if 号です。OA の傾き。逆数の if 号ですから、逆数にして4分の3のマイナスを取ってあげればいいので、4分の3と。はい、であると。よって A の座標はどうなりますかと。こっちちょっといきますよ。さあ、こっちにね、ちょっと図を書いておきますけれども、意外とですね、ここ間違える人が多いんで、間違えるっていうか、手間をかける人が多いので、ちょっとやっておくと、よいしょと、よいしょと。A があって、OA の長さは10って出てるわけですよ。いいですか？で、直線 OA の傾きが4対3だって言ってるわけですね。傾き4分の3ですから、ここが4対3になっているわけですよ。ということは3対4対5の直角三角形が成り立っているわけなので、ここの横の長さ何になりますか？ 5 分の4倍して8です。5分の3倍して6です。ですから A の座標が8、6っていうふうに瞬殺で出てくるわけですね。OK ですか？はい、だからね、いちいちなんか A の座標を文字で置いたりとかしないですよ。いいですか？はい、ということで、ここまでが括弧の2番でございます。続けて括弧の3番もやっていきましょう。直線 OA と直線 PQ の交点を R と置きます。こっち行きます。直線 OA と直線 PQ の交点を R と置きます。OR の長さが何とかであるのでと、OR の長さを求めろって言ってるんですか？さあ、求め方いくつかありますけど、まあ、これが一番簡単ですかね。ここの直角三角形、ちょっと細長いけど、よいしょと。ね、さっきここが30度って出したので、ここの部分は60度ってわかるわけじゃない？ 60 度ってわかるでしょ？だから2対1が成り立っているので、OR の長さっていうのは OP の長さの半分、すなわち、よいしょ、2分の5って出てきますね。半分ですからね、半径5の半分で2分の5ですね。
で、であるから点 R は OA を1対ホニャララに内分すると。R っていう点は OA を何対何に内分してますかと言ってるわけですね。さっき OA の長さが10っていうのを出してます。ちょっとこっち行きましょうか。さあこの3番ね。今 O があって R があって A ですけれども、OR の長さが今2分の5って出てきました。 OA 全体の長さが10なわけですから、10から2分の5を引いてあげて2分の15って分かるわけですよね。はい、ですから R は OA を何対何に内分してますかと、1対3に内分しているので、ねに入るのが3です。このことを用いると直線 PQ の方程式はこうなりますよねって言ってるわけですね。ちょっとこっち戻りましょうか。さあ、直線 PQ の方程式、何が分かればいいのかっていうと、結局は PQ の傾きが分かってるので、どの点を通るか、通る点が1箇所分かればいいわけです。で、今 R についてずっと言ってるわけだから、 R の座標って分かるんじゃねえって言ってるわけですよ。実際分かるよね。こっち行きますよ。今この括弧の2番のところでね、 A の座標っていうのが86って分かりました。当然原点 O は00です。この2点を1対3に内分している点が R ですので、 R の座標っていうのは簡単に求められますよと。1ば、3たす1倍、1たす3分の3かける0たす1かける8、1たす3分の3かける0たす1かける6ですから、こうなりますので、R の座標は2分の3と出てくるわけですね。OK。はい、ですので、2分の3を通って、傾きがマイナス3分の4になる直線が直線 PQ ですから、はい、直線 PQ。PQ の方程式は y イコールマイナス3分の4括弧 x マイナス2プラス2分の3と、これを展開して整理すればいいんですか。 y イコールマイナス3分の 4x、プラス3分の8足す2分の3、ですから6分の、16足す9だから25ですので、6分の25っていうふうに出てくるはずですね。はい、ノーハーが25、ヒが6です。さあ、ここまで出てきたので、最後何をするんですか？直線 PQ の方程式が出てきたので、はい、こっち行きますよ。円 C の方程式と直線 PQ の方程式により、こことここの X 座標出るよねって言ってるわけですね。何しろって言ってるの？連立しろって言ってるだけでしょ。OK。はい、ですので、ちょっと番号をつけておきましょうか。こいつに点点点丸の1。ちょっとこっち行きます。この直線点点点丸2としてあげて、1番に2番の式を代入します。OK ですかね。はい、ということで最後ここに書きましょうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、1、2より、y を消去します。そうすると、x の2乗プラス、よいしょと、マイナス3分の 4x プラス、9分の25の2乗イコール25ですね。めんどくさ。ああ、ちゃんと計算してるんですね。はあ、なるほど。頑張りましょうか。さあ、ここから計算していくんですが、ちょっと手抜きましょうか。まあ、計算のやり方ね、軽くだけちょっとやっておきましょうか。ここの部分2乗して展開すると、9分の 16x の2乗マイナス2倍の、よいしょ。3の3乗。2×50、まあこれが一気にいくか、 2×4×25 で何や200ですか、 200x でプラス9分の25の2乗、めんどくさいから9の2乗分の25の2乗イコール25とかにしときます。そうすると、あ、いい感じですね。ここの部分計算したら9分の 25x の2乗になりますから、25でまず割り算ができると。25で割ったら825で割って、25で割って1ですかね。でさらに9倍する、9の2乗倍するとちょっと面倒くさそうな気もしますが、9倍とかっていうふうにしてあげればいい感じで式が簡単になっていくんですかね、なっていきますね、どうやらね。
まあ、めんどくさいけどね、あとここの部分頑張ってね、うにうに計算をしていってください。そうすると最終的に出てくるのが 4x の2乗マイナス 16x マイナス 11 イコール0だそうです。はい、僕の計算がミスってなければこれを解いて、よいしょと、x イコール2分の4プラスマイナス3ルート3というものが出てきますから、不平方に入るのが433になるはずですね。 OK、 合ってました。大丈夫ですか？ OK ですね。はい、ということなので、この計算最後ね、ちょっと25っていう塊をうまく見つけてあげて約分をしていくっていうところ、ここだけで、ね、気をつけてあげれば少しだけ計算は楽になっていくんじゃなかろうかと、予想されます。はい、めんどくさいね。めんどくさいですね。はい、ということで、一応ですね、大問の1番の括弧の2番もだいたい10分ぐらいで終わると思います。で、そう考えると、第1問だけでですね、20分ぐらいはかかってしまうのかなっていう印象ですかね。できればね、この2つ合わせて、16分ぐらいで終わってくれるとちょっと嬉しかったなと思います。正直、大問の2、この第1問の括弧の2番のこの問題、最後のこの計算が時間かかるだけであって、他はほとんど計算の時間がかからないので、スムーズにね、進んでいってほしい。欲しかったかなと思いますね。はい、解説以上です。